こんにちは、Gです。今回は Ubuntu 最新版のお話。Ubuntu 22.10 が間もなく公開です。デイリービルドが公開されているので、早速試してみました。何が変わったのか、詳しく見ていきます。画面のサイトにリリース日程と新機能について解説があります。早速インストールしてみましょう。画面のサイトからラズベリーパイジェネリックをダウンロードします。エッチャーで CD に焼きます。いつものように初期設定から行います。最初にやるべきことをちゃんとしてからゆっくり見ていきます。終わるとリスタートです。ログイン画面で X11 とウェイランドが指定でき、デフォルトではウェイランドになっています。起動画面はこんな感じ。 22.10 はキネティッククールー、元気なカモシカということですかね。何をするにもまずはアップデートですね。ターミナルで画面のようにタイプします。続いて日本語入力の設定です。画面の2行だけですが再起動が必要です。画面右上のキーボードアイコンから設定を選びます。グローバルオプションタブでインプットメソッドの切り替えキーを指定します。私はいつものように無変換とひらがなカタカナキーを割り当てました。続いてオーバークロック、画面のようにタイプします。文末に画面の5行をタイプして保存。最後にツールをいくつかインストールします。Tweaks は外観の変更などを行うツールです。必須ではありませんが、あるとごくたまに便利です。画面のようにタイプします。あとターミナルツールをインストールし再起動します。設定のリージョン&ランゲージでインストールされている言語の管理をクリックすると、フォントやリブレオフィスの日本語化ファイルなど日本語周りの不足分をインストールしてくれます。リスタートして設定は完了です。さて、Ubuntu 22.10 を見ていきましょう。起動はあまり早くないですが、デスクトップはなんか軽くなった感じがします。サクサク動きますね。GNOME 43の導入により、なんかクイック設定というのが新機能として話題です。画面右上のアプレット位置にあるアイコンがウィンドウ一つにまとめられたものです。iPhone でスワイプすると下から出てくるコントロールセンターみたいなイメージ。ボリューム調整右の大なりアイコンでサウンド設定。Ubuntu 系はサウンドの GUI が分かりにくかったので、これは大きな前進です。有線と Wi-Fi は文字部分クリックでオンオフ、ダイナリアイコンで設定や選択できます。ネットワーク設定で VPN を追加しておくと、VPN の項目がコントロールセンターに追加されます。
Bluetooth はオンオフだけで、ペアリングなどは設定アプリを開かないといけません。せっかくなんだから設定アプリへのショートカットがあればいいのに。一応ヘッドセット2種とマウスで確認しましたが、Bluetooth は正常に動作します。バランスは設定の電源管理の省電力をオンオフする機能です。ダークモードはちょっと目新しい。20.04 ではテーマ設定でダークテーマを選ぶことができました。今回はテーマじゃなくてモードなんですね。いくつかアプリを開いておいてダークモードを試すと分かりやすい。個人的な感想ですけど、ダークモードの方が目に優しい気がします。というより背景が白いと眩しくて。エアプレインモードはスマホの機内モードと同じ。オンにすると Bluetooth と Wi-Fi が切れるのがわかります。上のアイコンは電源管理、画面ロック、設定へのショートカット、スクリーンショットです。うまくまとまっていて、これかなり便利です。GNOME 43のもう一つの目玉がウィンドウ管理です。ご覧のように幅を詰めて左カラムが見えなくなっても大丈夫なデザインに変わります。これもスマホみたい。小さなバグですが、プリンターを選ぶとカラムが消えてしまいます。この機能、ファイルマネージャーでも利用できます。新しい機能として、同じアプリで複数のウィンドウを開いているとき、ドックのアイコンをクリックすると、サムネイル表示でウィンドウ選択できます。それから WebP がサポートされました。ファイルマネージャーと標準の画像ビューアー、それと LibreOffice で表示できます。以上のようにデスクトップはいくつかの新機能が追加されましたが、それより操作の軽快さが印象的です。でもデスクトップは環境であって使うのはアプリですよね。その辺はどうなんでしょうか。まずはブラウザーを試します。Firefox で動画再生してみましたが、特に問題はありませんでした。Wayland かなり良くなってきていますね。動画ファイル再生には標準でビデオというアプリが用意されてるんですが、これゴミです。全く再生できません。なのでスナップから SM プレイヤーをインストールします。スナップいつものように遅いんですが、MPV が
おまけでついてきます。再生を試すと、あれれ、 Ubuntu マテ 20.04 と同様、マウスなどの影響でコマ落ちが発生します。システムモニターで見てみましょう。 CPU フル稼働のようですね。念のため VLC とセロロイドでも確認。 VLC もやはり CPU フル稼働、セロロイドは動作しませんでした。では MPV はどうでしょうか。 CPU 稼働率は 50% 以下で動画は安定しています。ついでに同じ条件でマンジャロでも試してみます。 CPU 稼働率は 50% 以下ですね。これじゃあ Ubuntu アップデートしても映画鑑賞は厳しいかな。 SSD にもインストールしてSD との速度比較をしてみます。 SD をエッチャーで SSD に焼いてパーティション調整すれば起動できます。 SD 起動と SSD 起動との速度比較のベンチマークをしてみました。SD の場合44MB/秒、 SSD では 364MB/秒と8倍以上の差がありました。まとめです。Ubuntu 22.10 のデベロッパー版としての完成度は高いですね。あとは好みの問題で、個人的には KDE になれると GNOME はどうもね。動画再生がマウスの動きなどに影響を受けるのは、Ubuntu の消費メモリーが大きくなったとか、プレイヤーの最適化が不十分などが考えられます。便利になったり新機能の追加、それはそれで結構なことなんですが、でも CPU 負荷なんとかしてくれないと。今のままじゃラズパイでは厳しいかもです。ご覧いただきありがとうございました。秋の味覚たくさんありますね。お裾分けで地場産のマッタケをいただきました。大ぶりなやつ2本、焼きマッタケには少ないし、マッタケご飯にもちょい足りない。結局お吸い物で美味しくいただきました。考えてみれば、足りない分を買ってくれば選択肢が増えたのに。そんな具合に頭が回るのがちょい遅かった。頭が回る薬どっかで売ってないかな。あ、危なくないやつね。ではまた次回。